カンタル県は、フランスのオーベルニュ・ローヌ・アルプ地域県の県である。名称は、中央高地の中西部にあるカンタル連山に由来する。フランス革命後の1790年3月4日、1789年12月22日の法令施行により、オーベルニュ州から分割されて誕生した。モンターニュ・ドーベルニュ、オーリアック、カルラデスといった、いくつかの管轄区を持つ。 県は、北からコレーズ県、オートイコールロワール県、ピュイドイコールドーム県、ロゼール県、南をアベロン県、ロット県と接している。ガロンル川の盆地やロワール川流域を含む、カンタル県は3つの気候帯に分けられる。西部は巡回要請気候、中央の山岳気候、東部は巡回要請気候と巡回陸性気候の混合である。参照元。 スプルフ及び2006年と2007年は、INSEE ブルードーベルニュ県経済は、農業と観光が主となっている。サレールダネの牛が多く飼育され、生産される牛乳は、カンタルチーズや、奥認証を受けたブルードーベルニュの原料となる。チーズは他にサンネクテール、フルムダンベールも生産されている。その他に、家具製造、プラスチック製造、ガス、 薬品や傘の製造がある。ありがとうございます。